食べてる時にちょっとこの辺からこぼれてきたり、痛くて噛むのがすごく大変だったり。だからご自身でね作って、お幅が狭いのと先に向かって平らなので口の中に食べ物がスッと入っていく。特に困ったこと何でしょうか？食べること、あとは外見の変化ですね。顔面神経のね手術をしているので左半分が動かなかったりして、そのために、まあ、見た目が変わってしまったこと、それによって食べてる時にちょっとこの辺からこぼれてきたり、痛くて噛むのがすごく大変だったり、なかなか噛めないので丸飲みをしてしまうような食べ方になってで、ちょっと胃を壊してしまったりとか、で、あとやっぱ人前で食べたりすると口が溺れたりとかすると、なんか汚いと思われたりしたらどうしようとか、食べてる姿を見られるのがすごく嫌だったので、家族以外の人との外食とか食事会っていうのはもう一切行けなくなりましたね。食べ物を工夫することも大事だと思うんですけど、じゃなくてそのスプーンとかフォークとかもすごく食べづらいなっていうのが世の中にたくさんあるなと思って、で、いろいろと取り揃えたんですけども、なかなかこれっていうのが見つからなかったですね。木のスプーンも優しくて食べやすいんじゃないかと一般的には思われるかもしれないんですけど、木だとやっぱり滑りにくかったりとか、厚みがあって口の中になんか入りづらいとか、漆器ですかね、スプーンとかでもやっぱり厚みがどうしてもあって、で細いんだけどもやっぱり食べにくかったりとか、ステンレスのやつでもなんかねちょっと違うなっていうので、100均だとかいろいろ主人に海外出張の際にはなんかスプーン売ってるのがあったら買ってきてとか、ね、海外ではどんなスプーンを使ってるんだろうとかっていうので買ってきてもらったりとか、いろいろしましたね。こういうのをいっぱい買って工夫してたということですよね、いいのありました？いやないですね。なんか違うんですよね。だからご自身でね、作って、あ、すごい。ね、作れる。どこら辺がそれいいんですか？何が違うんですか？これは、そうです。幅が狭いのと、先に向かって平らなので、口の中に食べ物がスッと入っていくっていうのですね。あと軽さ。もう食欲がない時に一口入れるだけでもものすごく負担だったんで、軽さにこだわったのと、フォークとかだったら先っぽが丸いので口の中がデリケートな感じになってても危なくなく、フォークって結構鋭い感じですごく怖いんですけど、そういったところに工夫して麺がねすすれなくなったんですよ、手術後。なのでラーメンとか食べる時もフォークの方が食べやすいんで、量のところも工夫してるんですね。そうですね、いろいろね介護用とかで食べやすさを追求したフォークとかスプーンとかあるんですけど、なんとなく介護用っていうのがね、俺介護じゃねえしみたいなね。そう自分だけなんか違うものを使ってるってなんとなく疎外感だったりとかあって、それやったらみんなが使えるようなデザインで一緒に食事を楽しめるっていうことをねしたいなと思って。すごい素敵、ありがとうございます、お求めの方はね猫舌堂を検索していただければと顔面神経がないっていうことで、表情が作れない、笑えないんですね。笑ってもこうやってこっち側でしか笑うことができないです。泣くことも涙出ますよね。涙はもちろん出るんですけど、表情が作れないのでどうしようかなっていう時があります。今でも初めてお会いする方とどういうふうにすればいいのかなっていうのは悩む時があります。流れの中で僕言っちゃうことがあるんですよ。実は顔にがんができまして、手術をしててすいませんちょっとお見苦しくて申し訳ないですっていうふうに言っちゃって、あ、いえいえ全然って言ってくれる人もいますし、あ、大変でしたねって言ってくれる人もいろいろいるんですけど、そういう方たちにもう正直に言っちゃってます。相手が不快かなと思うので正直に言うようにしてます。目が完璧に閉じないんで涙がどうしても溜まるんですよ。右目だけいつもこう涙が溜まってる状態なんで、ハンカチでいつもこうやって涙拭いてる。まあ汗もあるんですけどあとはまあ咀嚼の障害はある、克服はしてるつもりですけど、舌がね半分ぐらいしびれてるんですよ。いつも身の中をくり抜いて、ももから肉と血管を持ってきてるんですよ。その血管をここに繋いでる、要するに皮弁ってやつ。すごいな。皮弁を作ってここにちゃんと血が通うそういう手術をやってるんですね。ここにそういうふうな移植をしているので、舌の中までずっとそれが神経がなんか伸びてるんですかね。舌がしびれる状態なんで。でも味覚は感じます。残された半分側で味覚は感じる。
胸部 CT にて右肺に影が見つかる、胸腔鏡手術で右肺切除して転移性の肺がんと診断ということで、がんが残ってたってこと、どういうこと？先生が言うには、多分これはがんが見つかった時には画像では見つからないけど、顕微鏡レベルのサイズのがんがあったんだと思うっていうふうに説明を後から受けたんですけれども、専用の方がんはほぼほぼ肺に転移するっていう特徴を持ってるがんなんです。私もいずれは肺に転移するだろうなと思って、でもそれを少しでも遅らせようと思ってたんですけれども、クリスマスの日ですね、私不不意の定期検診を入れてたんです。下の MRI だけ予約入ってて、で先生が最近胸の CT 撮ったって言われて、最後に撮ったのは今年の2月ですっていう話したら、じゃあちょっと撮ってみようかということで、予約してなかったのに CT を撮ったんです。そしたら見つかって、最近風邪ひいたとかいろいろ言われたんですけど、全然心当たりなくって、やっぱり自分の中で肺に転移したとしても治療法はないんですよね。抗がん剤も効かないし、放射線治療も効かないんです。だからみんな経過観察してたんですよね。だから私も治療しないですって言って、もうそのまま様子見て、あとはもう生きられるだけ生きますっていう、感じで。で、まあ先生は、まあそれを尊重してくださって、じゃあ経過観察しようかっていう話で、2ヶ月に1回 CT を取って様子を見てたんですけれども、普通だったら大体の専用の方は、まあ数が増えて大きさが大きくなっていくんですけれども、どういうわけか最初に見つかった一つだけで大きさも変わらなかったんで、これはもう取った方がいいよっていうことで、手術をずっと拒否してたんですけれども、転移性の肺炎か原発性の肺炎か知るための、診断をするための手術をしようという説明を受けて、9月に手術をしました。取ってみないとわからないっていうのもありますからね。結果転移性だったって言ったところで分かってったらね、その後はもう治療とかは、その後はもうずっと経過観察です、今に至るまで。はい、でもそれからもう5年6年7年ぐらい経ってるってことか。一応先生からは半回っていう風に思っていいと思うよっていう風に言われてるんですけど、ただ周りの同じがん仲間で10年経ってから再発したり転移したりする人は実際いるんです。でそれを見てるんで、まあ、先生の言葉は嬉しいんですけれども、やったっていう風にはなかなか思えなくって、先生も10年だから卒業ねっていう風にも言わないんですよね。まあ大丈夫かなって思いつつも、でも厄介なんだからな、専用の方なんだからなっていう思いは常にあります。経過を見ているっていうことだね、肉体的に辛い時なんかあった？食べたいけど食べられない、口に物を入れたくない、それで結局ね、体重はね当時45ぐらい最初あったんですけど、38まで落ちてしまう。で、なんとか食べなきゃダメって言われてるけど、もうなんせ本当は縁に入れるのは普通で普通で、それが一番しんどかったですね。だからご飯の時間、ああまた食べなきゃいけない、お腹減ってないのに食べなきゃいけないっていう、また残しちゃったっていう罪悪感。それ食べれていけるようになるの？退院してからですね、家だとやっぱりうどんばっか食べてましたね。食べやすいから。うん、後遺症どう？地味に嫌なのは唾液が出なくなって、で少なくなって、歯磨きしてるんですけど虫歯ができてしまうんです。それは一番、こんなに歯間ブラシとかフロスとか使ってるのに定期検診行くと前歯が虫歯、ご飯一回で終わらないんですよね。またはーっていう感じで、こんなに頑張ってるのに。唾液って本当大事なんですね。で、あともう今一番は滑舌ですね。舌がベーって腫らしますね。ってやっても舌が伸びないんですよ。もう萎縮しちゃって、だから発音できない言葉出てきたり、すごく生活に支障が出るようになってきましたね。けどそれとはもう付き合っていくしかないもんね。そうですね、まあでも舌を温存できたんだから、舌をないよりは全然これぐらいは乗り越えないとダメだっていうふうに思ってます。